皆様おはようございます、こちらは、子どもの未来を作る党代表の、杉本です。4年前に、前坂の方の、学校の、常勤講師、これが契約が終わりまして、それから政治団体を、設立をして、政治活動、今年で4年目になります。今回の、市議選に落選をしてしまいましたので、子どもの未来を作る党代表として、また4年後の、県議選に向けて、頑張っていきたいと、考えております。よろしくお願いします。前坂の、学校の方も、かなり子どもの数が、減っている状態で、子どもは少ないですけども、教員の数は、余っているという状態で、あります。ですので、やはり今の日本にとって、必要なことは、子どもの数を、増やしていくことと、人材育成、こういったものに力を、入れていくことだと、考えています。特に日本の場合は、今後50年間で、人口が激減を、すると、言われていますので、人口が減るということは我々の税金を払ってくれる日本人の数も減ってしまうということですので、やはり今の日本にとって一番必要なのは子どもであるので、そういった分野に予算を使えるように、そして基本的には公務員の数は日本全国に350万人ぐらいの公務員がいると言われています。公務員の数を本来は減らして、子どもの数を、増やしていく、こういった、政策が、今後は必要になってくると思います。将来の日本を、作っていくのは、これからの子どもたちでありますから、少しでも、子どもの数を、増やしていくことと、それと、21世紀に、どこの国に行っても英語で活躍できるようなそういった人材育成が、絶対に必要になってくると、考えています。21世紀というのは英語が、世界共通語に、なってしまいました。これからはやはり、英語で、どこの国に行っても英語で活躍できるような、そういった能力が、絶対に必要になってくると、学校現場の方は、教員の数余ってますので、もっと子どもの、レベルに合った、きめ細かい教育も、実現は可能だと思います。英語の教育に、力を入れて、英会話で、コミュニケーションが取れるような、そういった人材を、育成していく必要があると、思います。今の時代は情報化社会でありますので、特に英語が、できるようになるだけで情報の質と量も大幅にレベルアップしますので、それと世界にも投資先を探してさまよっているような投資のお金が3000兆円ぐらいあると言われていますので、自分たちの税金に頼るのではなくて、世界から人と物とお金、こういったものを我々の国や我々の町に呼び込むことで拡大していく、こういった、スタンスで、4年後の、選挙に向けて、挑戦をしていきたいと、考えています。今の日本というのはありとあらゆるものに、税金が、かけられています。税金を、増やしても、得をするのは公務員だけですので、やはりなるべく税金に頼らなくてもいいような、そういった、政治経済の仕組みを作っていかないと、我々庶民の生活は永遠に、楽にはならないと思います。なるべく、我々の税金を使わせないようにして、世界から、人と物とお金、この3つを、呼び込んでこれるように、受け皿を作っていきたいと思います。世界の3000兆円ぐらいの、グローバルマネー、そして優秀な人材、そういったものを我々の町、我々の国に来てもらって、景気を拡大
介していく、こういったスタンスで、やっていきたいと思います。今までの、教育の経験を生かして、柔軟な、政治経済の形、こういったものを、作っていきたい、提案していけるように、頑張っていきたいと、思います。日本の場合は人口が、減っていて、税金を払う人も減っていますし、消費する、量も、どんどん減っています。ですから、いくら税金をフローの部分に対する税金を増やしても、なかなか思うような税収入が増えていくことも難しいと考えています。やはり経済的に横ばいの日本としては、税金だけに頼るのではなくて、世界のお金、世界の人、世界のもの、こういったものを、3つのものを我々の町や我々の国に呼び込むことがやはり大事なんではないかなと考えております。世界のお金を呼び込むことで、税金を使わずに我々の景気を良くしていく、こういった柔軟な発想も必要だと思います。税金をいくら増やしても得をするのは公務員だけです。日本の国というのは公務員ファーストの国であって、庶民ファーストではありません。特に民間企業、それと、公務員の仕事の待遇の差が、本当の格差社会だと思います。そういった意味の、格差社会を、是正していくことも、絶対に必要だと思います。そしてやはり一番大切なのは、日本の子どもを、少しでも多く産んでもらえるような、子どもの数を、増やしていけるように、子育て支援に、力を、入れていきたいと、考えています。子どもの数を、増やすことと、人材育成に、もっと力を入れて、20世紀に、活躍できるような、そういった人材育成、そのための、学校教育の、改革を、やっていきたいと、考えています。日本の合計特殊出生率は 1.4% しかありません。平均値が 1.7% ですので、平均以上になるように、本来ならば、国家公務員、官僚が、仕事をしなきゃいけませんが、現時点では 1.4% で、数字が止まっています。この数を増やしていかないと、なかなか税収入も増えないし、人口そのものも減っていってしまうと思います。合計特殊出生率が 1.4% だと、確実に、日本の、人口の規模は維持はできませんので、1.7 以上できれば、2.0、こういった数字を、目指していきたいと、浜松だけでも、子だくさんの町になるように、挑戦をしていきたいと思います。特にフランスやスウェーデンというのは、フランスが 2.0% あります。スウェーデンの場合でも 1.96 ぐらいはありますので、こういった、少子化を、克服した国を、参考にして、我々の町に合った、制度に落とし込んでいきたいと、思います。フランスの場合は子供を、3人産みますと、1300万ぐらいの、手当を、支給されます。これぐらいのインセンティブを、作れば、2.0 も、実現は、可能だと、考えています。スウェーデンでも、子供を3人産めば大きな家を、購入する、補助金も支給されますし、フランスの場合は、子供を3人産んだ場合は子供が20歳になるまでは、所得税が、かなり安くなると、そういった待遇が、あります。きめ細かい、サポート制度がありますので、我々の国や我々の町でも、そういった、制度は、やはり参考にするべき
きだと考えております。Thank you.
の人がいるから開けてある。
We'll be right back.
特に今の日本の現状を考えれば、子どもの数を増やして、対してこういったものに力を入れることだと考えております。未来に投資ができるような、そういった政治経済の形というものを提案をしていけるように頑張っていきたいと考えております。それと、日本国内にも、個人金融資産を合わせれば、1800兆円ぐらいの、個人金融資産があると、言われていますので、本来の政治家の仕事というのは、将来の不安を、払拭をして、そして個人の消費を促進していく、そうすることで景気を回復していくことだと考えています。個人の消費が促していけるようなそういった制度や社会の仕組みも大事だと考えておりますので、消費税に頼るのではなくて減税をすることで消費そのものを促進していけるように挑戦していきたいと考えております。教育の経験を生かして、子どもの未来に投資をできるような、そういった、政治経済の、形を、目指していきたいと、考えております。そして、これからも、SNS の方にも、力を入れて、情報を発信していきますので、こちらの方も、よろしくお願いしたいと思います。少しでも多くの人口を増やしていけるようなそういった社会インフラを目指すことと、21世紀に通用するようなそういった人材育成も目指していきたいと考えております。日本の学校の場合は教員の数が余ってますから、もっときめ細かいような学校教育を目指して、子どもファーストの学校というものも作っていきたいと考えています。将来に、借金を残さないような、そういった、経済的にも強い、人口も増えていけるような子だくさんな街を、目指していきたいと、思っております。今後また駅前の方でも、街頭演説ができます。その動画も、どんどん YouTube にアップをしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。